ようございます。今日で苗を植えてから23日目の朝を迎えました。そうですね、今日の気温は昨日よりちょっと暖かいなというような印象であります。はい、まあ朝なのでね、ちょっとヒヤッとする風は吹いてるんですけれども、まあ、とっても風は穏やかで、暖かい風がゆっくりと吹いてるような感じですね。朝なのでね、まあ、若干すがすがしいというか気持ちいい感じですね。はい、ということで販売なんですけど、昨日、まあ、つぼみだったところがですね、もうすっかり花になってますね。はい、この画面、まあ、中央に2つ白いのが咲いてるんですけど、まあ、こっちはねまだ若干多分多いけども、こちらも完全にね開き始めて、もつぼみというよりはもう花になっているかなというような印象です。はい、で昨日あの花が3つだったんですけど、今5つですね。はい、に増えてます。これがどん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 実になっていくかなというようなところですね。でまた新たにつぼみが白い花を咲かせようとしています。どんどん出てきますね。はい、つぼみは小さいのがポツポツといったところと、スポーツ見えてきてます。はい、でこちらピーマンですけど、いやよく見るとですね、見た目そんなに変わってないような感じするんですが、高さ出てきましたね。こちらのピーマンも、まあ、真ん中の新しい葉がですね出てきていて、元気に少しずつ育ってきてるかなというところですね。はい、まあ、昨日もねとても暑い日だったので、夕方にはですね、朝にも水をまき、夕方にもしっかり水をまいております。で先日ね鶏粉まいてたので、まあ、鶏粉からの栄養と、まあ、水ですね、水分しっかりとって大きくなるのを期待しています。
言うまでもなく明らかに成長しています。鶏粉巻いて、まあ上からですけどね、ここ掘り返すわけにいかないので、はい、水もしっかりあげて鶏粉をあげましたので、結構まあ水分取って栄養取ってどんどん大きくなってきてるのかなというような印象であります。では、苗を植えてから23日目の朝、以上でした。